第九章、少年イエス。イエス様はナザレの町でお育ちになりました。たくさんのことを学び強くなり、そして神の恵みがその上にありました。イエス様は12歳の時、ヨセフとマリアと何人かの人々と一緒にエルサレムの祭りへ行かれました。そしてそこに何日間かいらっしゃいました。ヨセフとマリアが家に帰る時、二人はイエス様が友達と一緒にナザレへ向かって歩き始めていると思いました。ところがイエス様はまだエルサレムにいらっしゃいました。ヨセフとマリアはイエス様を探しましたが、見つけることができませんでした。一緒に旅をしていた人たちは誰もイエス様を見ていませんでした。そこでヨセフとマリアはエルサレムへ戻りました。3日間イエス様を探しました。二人はとても悲しみました。ようやく教師たちとお話になっているイエス様を神殿で見つけました。イエス様は教師たちの質問に答えていらっしゃいました。教師たちはイエス様がいろいろなことをご存知なので、とても驚きました。マリアはイエス様に、ヨセフと二人で心配したと言いました。イエス様は、お父様の技、つまり神様の技をしていたのだとお答えになりました。ヨセフとマリアは、それがどういうことかわかりませんでした。イエス様はヨセフとマリアと一緒にナザレに戻って、二人によく従われました。イエス様は天のお父様の技についてさらによく学ばれました。イエス様は背が伸び、たくましくなられました。そして人々に愛されました。イエス様は神様が望まれることを行われました。神様はイエス様を愛されました。